こんにちは、僕ね、伊藤って言います。今次郎、ちょっと今キャラがすみません、正直言うと固まってないんですけれどもね、一応ヒューマニティデザイナー、メガネをデザインしたり、普段メガネ屋さんなんですけれど、うちのお店をご存知の方は、よく分かってると思いますけれども、メガネ屋さんすでこんなメガネもデザインしたりもしています。そしてこの番組はですね、なんと、解体新書、タイトルにもあった通り、解体って解体新書って昔のね、ちょっと一回聞いてみましょうね。はい、すいません、恥ずかしい、調べてきました。解体新書、杉田玄白さんのね、書いた本ありますけど、あれを解体をちょっともじって、I want to buy、解体法に変えて、ちょっと勉強、ここで、名品ですね、うちで扱っているものに限らずですね、ご要望あったらですね、ぜひ僕の方から解説という形でね、評論解説、そこら辺もちょっと正直言うとキャラが固まってないんですけど、何しろ、良品のこだわりのポイントであったりとかをちょっとしっかりお伝えしたいなというふうに思ってますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。で、今日お伝えするのはですね、はい、そしたらこちらですね、ジャック・デュランというんですけど、今タイトル出たと思うんですけれども、このジャック・デュランが、この506っていうんですけど、こんな感じのフレームになってますね。これもね、ちょっと画像を使えるかどうか今交渉中ですが、坂本龍一さんの がよくですね、使ってらっしゃる、プライベートで最初使ってたんですけど、これで、なんか坂本龍一さんがもうすでに何本かプライベートでお買い上げいただいてて、うちのお店じゃないんですよ、うちのお店じゃないんですけれども、お買い上げいただいてて、でなんかすごくファンだったということなので、なんか去年だからかな、ジャック・デュランの日本でのなんかその公式な、なんていうのかな、スプレッダーじゃない、なんだ、インフルエンサーみたいな形なのかな、いう形で公式な契約を交わしているそうです。ですから、ジャック・デュランの取扱店では坂本龍一さんのポップも使えたりなんていうこともあるんですけれども、何しろ506っていうのがあるんですね。これが実際に本当に発売されてからもう何年経ってるんでしょう。これもちょっとしばらくしないとわからないですし、調べないとわからないんですけれども、何年か経ってるフレームになります。ですけれども、非常によくお問い合わせも多く、実際によく売れている商品だというふうに思います。じゃあ、こちらの商品なんですけれども、実際ね、僕がかけてみるとこんな感じになりますね。こんな感じです。さあ、これが似合ってるかどうかっていうのは置いといての話ですけれども、少なくともですね、これのフレームの特徴的、個性的なところはどこっていうのはもう皆さんもかけてすぐ分かったでしょうね。最近流行りのもう丸に近いようなシェイプですよね。丸に近いようなシェイプで、このブリッジ部分、ここですね、ここにちょっと個性がありますよね。基本はですね、これブリッジと言いますけれども、このブリッジ部分が少し高くなっているハイブリッジであったりとか、一本刃のようなものっていうのは平面的な日本人にはあまり似合わないって言われてるんですよ。でも一回落ち込んでからの上がってる、この状態ですよね。この状態が非常に、日本人でもかけやすくしていると思いますね。このフレームなんですけれども、例えばなんですけれども、よく僕ら仕入れの時なんかによくやるんですけど、ここをなぞったりします。この時にあんまり段差が顕著に出ていると、プラスチック屋さんの精度が、加工精度が低いねなんてことを言いますね。日本製と比べると多少ちょっとここはね、段差があるというふうに思います。ロットによるもよりますよね。ここに段差があるのなんていうフレームもあれば、本当にもう、やっぱりこれ3本全て段差は多少残っているような状況ですね。イタリア製のフレーム、デザイナーはですね、フランス人なんですけれども、アラン・ミクリってご存知ですかね。アラン・ミクリの、デザイナーさんが、独立してジャック・デュランという、ブランドを立ち上げています。何年経ってんのかな、分かんない、もう10年ぐらい経ってんのかしら、ちょっと怪しい、とこばっかりなんですけれども、何しろまだそんなに歴史のあるブランドではないとは言えますよね。で、506ってこれ言いますけれど、実はね、106ってのもあるんですよね。で、この106っていうのがですね、鼻パッドがですね、ちょっと低かったりするんですよね。ちょっと待ってくださいね。あ、こいつだ。これが106っていうんですけれども、比較するとこちょっと難しいんですけれどね、この動画でね、比較するってちょっと難しいんですけれども、こうやって比べると、こっちの方が少し鼻パッドがしっかり立ってるってことが、もしかしたらご理解いただけるとは思いますね。106っていうと少し鼻パッドが低くなってます。そして、アセテートのフレームで掛け心地を売りにしているブランドってそんなに少ないと思ってます。で、実際にこのジャック・デュランも、じゃあ掛け心地を良くするために何かしらのギミック、
特別な構造なんかあるのかなというと、特殊な例えばここにバネ常磐が入っているわけではありません。まあ、バネが掛け心地がいいかというと賛否両論実はあるんですけれどもね、何しろ特殊なギミックを使わずに、でもこだわってないわけじゃもちろんないんですよ。こだわってデザインをしてるんですけれども、やっぱりねフランスのブランドなんていうのはやっぱりこのデザインの面白さであったりとか、そのなんていうのかな、デザイン的な個性、やっぱりフランスのブランドっていうのは日本にない。日本っていうのはもっとそのどこにでもある形だけど作りにこだわってるとか、逆に面白みのないデザインばっかりになってるなんてことを僕はフランスの展示会でよくよく聞いてました。やっぱりだから日本はこのフランスのこのジャック・デュランから学ぶべきところは、やっぱりこういったデザインをですね、作り出せる、無から有を作り出せるその能力でしょうね。要はフロントの方は誰にでも できるデザインを使って、で、掛け心地にこだわったとしても少なくともフランスでは評価されないですよね。ですからそこら辺がこのジャック・デュランの凄み、このデザイン一本で勝負できる凄みっていうのを僕はここで感じます。じゃあ実際にですねこれ、僕はですね解体新書というぐらいですからバラしてみました。フロントバックこんな感じですね。テンプルと言います。こんな感じですね。これねちょっとね横にこうやってロゴが入ってたりもします。これちょっとカメラさん寄っても難しいですよね。難しいとは思うんですけれども、まあ何しろ普通はですねこの内面に彫るんですよ。内面に彫るんですけれど、あえてこの天地の部分ですよね、これが天地地の部分にまあロゴを彫ったりしています。まあこれもちょっとしたこだわりですよけれども、やっぱり内面に彫ってしまうとどうしてもこう傷んできて、この部分が見えにくくなってしまう。それがこだわってこの天地の地の部分にやってるんじゃないかなというふうに僕は推察しています。測ってみるとですねこれ実は、グラム数を取るとですね全てのモデルがですね、均一なグラム数に実はなってなかったです。これもちょっと不思議なんですけど、ロットによってちょっと違うのかもしれませんね。30g から 32g ぐらいのグラム数でした。そしてフロントのグラム数がですねだいたい 18g、 そしてテンプルが1本だいたい 5.5g で合わせて 11g ぐらい、11から 12g ぐらいですね。なのでトータルで30から 32g ぐらいの重さになります。30から 32g が、特に別に軽いとか重たいとかって言うつもりも僕は実はないですね。ただアセテートっていうのは軽さを誇りにするというよりは、やっぱりデザインや色の発色の楽しさをやっぱり楽しんでいただきたいなと思いますね。でまあ例えばなんですけども、このジャック・デュランの個性的なその技術的なそのファッション的なことを言いますよ、ね、技術的なファッション的にちょっと難しい言い方しましたね。ちょっとねファッション的に秀でてる、だけどもそれは技術的にすごいことをやっているっていうことをちょっとご紹介したかったんですね。例えばこれフロントから見るとツヤ消し加工になってますよね。でも実はですね裏を見るとツヤあり加工になったりします。そして上横そして裏側ですねを見てみると全てツヤあり加工になってます。つまりここだけダメージ加工のようなね、シャーリング加工のような、要はツヤ消し加工をしているということです。これがちょっと非常にファッション的な特徴で、こう見ていった時にピタッとしたりツヤ消しになったり、ここでこう立体感が演出できたりもしますよね。それもこのジャック・デュランの特徴だというふうに言えると思いますね。じゃあテンプルなんですけれども、テンプルってね僕日本人よ、日本人の僕が評価するテンプルっていうのは、ストーリーがあります。ストーリーって何かというと、テンプル僕が求めるテンプルの性能というのはしならせる部分、そして強度を出す部分、そして調節しやすい部分、そして重量バランスを取る部分という形で、メリハリのあるデザインというのを僕は好んでいます。これは僕の好みの問題です。ですからこれは皆さんが、いや他のブランドがそれを別に踏襲する必要性はない、僕はそこを強制する必要性も僕は感じていませんね。なんですけれども、何しろこのストーリーがこのじゃあテンプルにこだわりがあって、ここから見えるでしょうかね。そう考えるとですね、この強度を出す、しなりを出す部分ではそんなにしなってませんね。ここで強度を出してほしいところでも変わらないですね。ただしこの部分調節する部分、これは調節できるような状態になってますし、この先っぽに関して少し太みくなってますよね。これも重量バランスを取ろうとしてるんでしょうね。そういった意味ではここの部分のしなりというストーリーはないんですけれども、調整のしやすさ、そしてこの中の耳のあたりの部分も丸く処理している部分ですね、ここはエッジが出てるんですけども、この耳の当たる部分は丸く処理されています。中もですね、やっぱりこれは角が出ているとやっぱり非常に掛け心地としては痛くなってしまいますから、そういった意味ではこの部分が丸く処理されているというのはプラスのポイントだと思いますね。じゃあ実際にですね、掛けていった時にこれですねちょっと難しいんですけれど、重量バランスと言いますけどね、
重量バランスがこれフロントから約3センチぐらいのところに来てると悪くないと思いますね。フロントから3センチぐらいで、実際にはですね、これが大体ですけれども、ほぼほぼ3センチ弱ぐらいですねに重量バランスが来ている状態になっています。ですから、これ重量バランス的にはよく考えられているなということは言えると思います。そして、僕の顔がね、さっき僕かけたんですけど、僕の顔がどのぐらいで、それに対してこの145ぐらいの幅、145ぐらい、フロント幅で言うともっと狭いかな、フロント幅で言うと130ですね、フロント幅で130、ここの部分の幅で大体145ぐらいになっているというのが今現状なんですけども、カメラマンの清水さん、ちょっと僕のね顔幅をこれちょっと測定できますか。はい、ちょっと顔幅を測定してみてください。そうすると耳の上でこれですね、はい、そうすると何グラム、何ミリになってますか。これ大体169、僕は自分でね、前回のビデオどっかでも言ったんですけど、巨岩族だと言ってますけど、僕はかなり顔がでかい部類ですね。だから169のこの幅に対して145をかけるとかなり圧迫されてるなという形もありますし、圧迫されてるだけじゃなくて、この部分をあんまり圧を与えすぎると前に押し出されるんですね。だから前に落ちてきちゃうなって、そんなイメージにもなってます。これはもちろん調整すれば治るんですけれどね。で、ただ鼻の部分ですね、鼻の部分がやっぱりしっかり、盛られてるせいか、比較的ヨーロッパの部分、フレームにしてはまつげをべったり当たるとか、そういう感じにはなっていないですね。だから鼻幅をしっかり持ってるっていうのがすごくいいことだというふうに思いますね。こんな感じになってますね。言いたいこと大体言ったかな。何しろ初めての撮影なので、バラバラバラっと言っちゃってますけれど、あ、お値段の部分言ってなかった。うちでは、これ消費税別で4万円で販売してます。消費税で4万円っていうのが、正直言うとアセテートで高い部類、高級品の部類にはなると思いますけれども、大体ヨーロッパのフレームだとやっぱり4万5万っていうのがよくあるうちなんかでの相場になりますね。で、うちなんかでの相場っていう言い方がちょっと適切じゃない、もしくはちょっと分かりにくいな、お前よそで買ったらもっと安かったぞとかってね、いう可能性はあるのかもしれません。それはあるのかもしれませんが、基本は僕はメーカーから想定される小売価格というものがあった場合には極力それを守るという方向性で考えています。そしてメガネ屋さんのこのメガネ1本の値段が、例えばこれがうちでは4万円でした、でもよそでは3万8000円でした、よそでは4万2000円でした、これってなんでこんなに変わるのって思うかもしれませんけど、そこの解説まで入れるとちょっと大変なんですけど、簡単に言うとメガネというのは半製品です。この状態ではかけたって視力は改善しませんよね。半製品です。ここに銅を入れて、お顔に合わせてフィッティングをして、そしてレンズをこの枠に合わせて、焦点の位置を目に合わせて削っていく、まあ簡単に言うと視力測定、フィッティング、加工、この3つをした上でメガネというのは製品化します。この製品化する手間が、少なくとも商品代には載ってると思いますし、レンズ代なんてのはその最たるもので、どこまで視力測定に時間をかけるかとかいうところで、皆さんそのレンズの値段とかを決めてらっしゃると思うんですね。うちなんかはもう本当に最低30分ぐらいかかると、1時間最高で2時間ぐらいかかったこともありますから、そう考えると僕はこれ以上安くするっていうのが、まあ僕のかけてる手間を考えると限界かなというふうには感じますね。あともう一つあった、これね、差し込みで入れられるか分かりませんけれども、ジャック・デュランのすごいところ、もしくは楽し、すごいところだねは、トレーサビリティって言葉があるんですけれど、原産地をしっかり、証明、できるようなものをこういったケースに入れて、原産地、ここの部分はどこで作ってます、ここの部分はどこで作ってます、僕もさっきちらっと見て、と思って確認不足だったんですけど、デモレンズはツワイスが作る、カーブツワイスですね、デモレンズはツワイスのレンズを使ってたりとか、まあデモですから、デモそのものにそんないいレンズを使う必要性って実は僕はないと思うんですけれども、でも例えば伊達メガネで使いたいなんていう方にとってはですね、ある程度の機能も付加されているものがいいとは思いますが、こちらのデモレンズなんですけども、原則はですね、UV カットとかそういったものは入っておりません。グラム数でいうと何グラムぐらいなんだろうね、よいしょ、グラム数でいうと1枚3グラムですね。だからさっき30から32って言いましたけど、そこから6グラム引いたグラム数が大体、フレームだけ単品での重さになるのかなっていう形になります。はい、
そうですね。ネジに関しても一応僕解体新車っていうぐらいだからバラバラにできるところまではバラバラにしたいと思ったので、ネジ何使ってるかというと、これちょっとね、うちのカメラだと取り切れないと思いますけど、マイナスのネジになりますね。マイナスのネジを使っています。そして緩み止めの最近樹脂、ここにね樹脂を使うなんていうのがトレンドではあるんですけれども、緩み止めの樹脂なんかは使っていないようですね。よいしょ、こんな感じですね。ですから、ネジとしてはそんなに、ものすごいこだわったものを使っているというふうに僕には見えませんね。ですから、使っていると必ず緩んでくるということは起こってくる、想定した方がいいと思います。だいたい1年に1回ぐらいはめぐら屋さんに行って、増し締めをしてもらうということをちょっとやってみてくださいね。足んないことがあったらまたじゃあ足しますね。とりあえず一発目としてはこんなもんでしょうね。下手くそで申し訳ありませんけれど、編集でなんとか頑張りたいと思います。それで第2回第3回とこの解体新書続けていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。それではまた来週なのか明日なのか分かりませんけど、さようなら、また会いましょう。